え、まあ、未発表の技はもちろん何個かあります、まあ、やっていたら確実に内村という名前がついてた技はもちろんあるんですけど、え、まあ、実際2013年にアントワープの世界選手権 で白井健三が跳馬でユクチェンコ3回ひねりという技を成功させて白井キムヒフンという技が名になったんですけど、あの技は2010年の全日本選手権種目別決勝で僕は最初にやっているので、まあ健三に取られたという技ですね。まあでも実際あれは本当に難しい技で、あれを僕は個人総合でやっていこうかなと思ったんですけど、あの1回でやっただけで、あ、これはこの技は個人総合でやる上では安定をさせることが難しいと判断したのでやめたんですけど、3年後にそれを軽々飛ぶ坊主が現れたので、まあ、本当にこいつはどうなってるんだっていう気持ちで見ていましたね。だからそんなに取られたとか悔しいとかっていう気持ちよりは、まあ、こいつ本当にすごいんだなっていうふうに見ていました。で、今こうして、まあ、自身の名前のついた技がない状態で引退を迎えましたけど、まあ、逆にそれもありかなというふうに今思っていて、まあ、それだけやっぱり自分が個人総合でを誇りに持ってやってこれたからこそっていう証明にもなるかなと。